アップル iPad iPad Pro 12.9インチ iPad Pro 12.9インチ iPad Pro はアップルが開発、販売したタブレット型コンピュータである。2017年6月5日に発表された。全モデルと比べ CPU は30%、グラフィックでは40%の性能向上を実現した Apple A10X を搭載している。10.5インチモデルと同等だが、 カラーバリエーションは、第1世代同様、スペースグレー、ゴールド、シルバーの3色展開となっている。ストレージ容量は 64GB、256GB、512GB を用意。従来の Wi-Fi セルラー版は、Apple SIM を利用する場合、別途用意する必要があったが、先代と異なり、Apple SIM 内蔵となる。また従来は9.7インチモデルの方が、 高性能だったディスプレイが刷新され、トゥルートオンディスプレイやプロモーションなどが追加された。iPhone 8、8プラスよび iPhone X と同等に、iPad Pro 12.9インチモデルも、PD 充電に対応している。急速充電するには、Apple USB-C、ライトニングケーブルと Apple 29W アダプター、もしくは PD 充電対応充電器で USB、 C 電源アダプタを使用する必要がある。急速充電を行うと60分で50%まで充電でき、通常充電で5時間強かかるものが2時間半で満充電される。29W 以上の MacBook 電源アダプタを使用しても 29W 電源アダプタと同じ出力になる。12.9インチモデルの第1世代と第2世代は サイズは同じでもカメラレンズ周りやマイクの位置に違いがありカメラレンズが突き出た形状になり新たにフラッシュライトが搭載された第1世代ではカメラレンズ周りにあったデュアルマイクロフォンの穴は背面の中央上部に移動した第1世代用のアップル純正シリコーンケースを第2世代に装着した場合カメラ周りとマイク穴が一致しないスマート カバーとスマートキーボードは同じものを使えるが、背面保護ケースは流用できない。iPad Pro の画面スペックを活かすため、専用のオプションが2つ用意されている。ありがとうございます。